なんや朝からその辛気臭い顔は嫁さんにでも逃げられたんか、それともなんや色気ショートでも起こしたんかいな、ほんまかいな。はい、ぼちぼち豪華始まりました。はい、桃田達人です。はい、西川コロリでございます。はい、今回は実は僕の同級生のね、私も面識ある方々なんですけど、坂本君と言いまして、坂本、一世とか行きまして、和成。和成ね。和成ね。それって、風大衆の偽物ですよ。よく言われるんですよ。坂本一世で行ったらええやん。それが、だから、坂本一世やったら突っ込まれるんで、突っ込んでもらえやん。下の名前だけで一世って呼ばれたらかっこいいんだけど、坂本一世って言われると何だか分かんない。セットになんか偽物っぽい雰囲気します。でもだからインパクトあるやん。いや、でもどっちだって偽物やん。坂本君、はい、要は彼が坂ハゲ、坂ハゲ言うて、中学の時からあだ名が坂ハゲだ。なんで、なんか生き物でおったら川ハギとかじゃない。いや、じゃなくて、もうなんで坂ハゲやったの。野球チームが全員ハゲやったからっていう。あ、そうか、ボールだったんだ。野球部、今何、ほんでみんなで坂ハゲって呼ばれてる。やっぱり同級生ってそうなんでしょ。この間もみんな同窓会、同級生の時に僕が、おい、坂ハゲって言ったら、他の全然関係ない客が、お前の方が跳ねてるわみたいな、ものすごい見られたんですけど、開き直ったギャグ言うてんかなとかな、思いはるわ、周りはね。で、坂本君が今日ご紹介いただいた、はい、はい、清原と言います。はい、名前が、僕野球大好きやから、やっぱそれ名前聞いたら、はい、そうなんですよ。ちょうど僕らの年代が清原くわて、あ、そうそう、そうですね。KK コンビの、ね、そうですね、KK コンビ、うん、そうですか。まさにだから彼は、実は僕今野球チームを作って、草野球、そうです、桃田君とかの同級生で、はい、野球チーム元は作ったんですけど、はい、豊中ナイツっていう名前でね、はい、でそのうちの野球チームの強打者、メンバーは清原って書いて、なんか例えば親戚ですかとか言われるんじゃない。もうよく小さい時から PL 学園の清原とか、西武の清原、はい、巨人の清原で、最終的には番長っていうね、はい、呼び方で押されましたね。それは名前の印象って強いね。全然関係はないですか。関係ないですね。はい、もう全くあるって言いたいとこなんですけど、いやでも名前であえてビビってフォアボールとか。いや、ちなみに草野球やってる時に僕が清原って相手のチーム知らないんですよ。メンバー表渡してセーフな、ネタバレするんで、うん、それはあるんですけど、結構ね、当たった瞬間に、あ、これが清原か、でもバシコーン、いやいやいや、でもええよね、その健康的や。そうやね、草野球するとか、そうそうそう、何、フットサルするとか、中年、なんか、最近フットサルしてる、ね、フットサルでも1分発射だけで、もう倒れそうなんですよ。あれは瞬発力と持久力全部いるもん。小学生のチームに負けんねんから、なんか負けんねん、フットサルみんな。そりゃ子供の方が元気や。小学生振り回されねんで、ね、あれ、でやってるのはしんどいでしょ、スポーツ。そうですね、ただ野球がそんなしんどいっていう感じはしない。ポジションどこですか。ポジション内野のどこか空いてるところ。空いてるところ、空いてる、はい、まあ、セカンドがメインっていう。ユーティリティープレイヤー、よく言えばっていうところ、ね、そうですか。なんか、スポーツジムも行ってるとか。そうですね、はい、スポーツジムはもともと今から6年かそれぐらい前から1回通い出して、で、3年経ってから辞めて、うん、で、また今最近ちょっとあまりにも太ったんで、最近また行き出しました。まあ、シェイプアップ、そうです、この4月から行き出しました。そうですね、スポーツジムって、今まで俺もさ、何回、今まで5回ぐらい入会金払ってるよ。あいつら女性のダイエットと一緒やって言うのか、大変で、陰気やもん。え、なんで陰気やから陰気やで、ずっと陽気やったら続くの。そうです、いや、そんなアホみたいなことあるけど、そのルームランナー一人でこう黙々と走っとったら、そうやな、陰気や。じゃあ、ほんでこう、だんだんね、バーベルのアイアンでも、そう、やっぱりなかなか休んだら、もう次行こう思えへん。あ、自分との戦いや、ね、競争相手がおってこそ初めてスポーツってできるんちゃうか、うん、あ、まあ野球とかやったらね、相手と、ね、まあ、競うって球技ってゲーム性あるから。そうですね、はい、素人が適当に振ってたまたまホームランとかね。この時のスポーツなんか知る。いや、昔はバスケットやってたんやけど、で草野球芸人仲間でやって、草サッカーもやったことある。で野球は今はやってる。今はやってない。徒歩散歩と早歩。いや、でもな、もう俺ら年代的にも45や、47、いくつですか。僕38です。あ、若い。はい、はい、やっぱり年してきたら、どっか悪くなってくるやんか、最短でね、体力もしてくるし、うん、運動したらあかんと思え。
いや思えへんでさ、無理にしたらあかんなっていうそこは、いやしたい願望はあんねやけど、いやあかんねん、なんかうん、せなどん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 弱なってくるよ。いやだからあのストレッチとかね、そんなは多少家でやってるけど、ね、なんか今更鍛えられてジムとかやってるんですよ。そうです、やっぱジム行って、僕ねだいぶ太ったんですよ。あの3年で20キロ太ったんですけども、ここ4月からちょっとジム復活して、はい、たったまだ1ヶ月ちょっとなんですけども、うん、これでも2キロ痩せたんですよ。へえ、やっぱ行きだすと痩せますんで、あやっぱ効果あるんですね。で効果があるとやっぱ面白くなどん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 なってくる。あ楽しくなかったらダメなんです、ね、はい、週に何回ぐらい行くの？ね、今週に3回ぐらいですかね。あの結構行けはる、ね、そうですね、まあ、あのほんまに痩せようと思ったらもう毎日毎日行ってやらんとダメなんでしょうけど、なかなか仕事上の関係もあって、まあ、毎日は、ね、はい、行けないんですけど。でも清原さん内野手、内野手で、高野さんは、はい、これ監督やってるんですか？ポジションというか、それはものすごい作戦にたけたりとか。あ、それはあります。監督いう器じゃないと思うんだけどな。それはなんで監督なんですか？元々ではね、野球チーム作ろうって言ったんだけど、僕はちょっと野球あんまりできなかった。おうおう、でも野球好きでね、うん、野球好きなんで、じゃあ俺監督やるわって言って やったんですけど、うん、意外とこれがあのこう楽しくて、はい、サインもブロックサインで、いや結構高度だね、サインで、もちろんみんな覚えてるの、スクイズとかも危ないやり方もあるスクイズとかあのそれをいちいち出すの、もちろんエンドランも出すし、おちゃんとおでのタイミングは合ってますよ。監督としてはどうなんですか？いや監督としては素晴らしいと思います。そうですか、はい、あのやっぱりそのチームその攻撃と守備と交代するじゃないですか、うん、でまあ、守備から攻撃返ってきて、はい、必ずエンジン組むんですよね、はい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 、でその時にやっぱりそのどう攻めようとか、うん、はい、こうやっていこう、うん、まあ、例えばこういう声出しもこういうのしていこう、うん、っていうことでやっぱりその的確なその一瞬の間だけでパ、ね、うん、ンと言ってくれる。中学の時野球部やったんですよ、うんうん、けど野球部、いや、めんなくせんだよ。やろ、ちゃんとも野球部だった。僕は聞いたことある。僕野球部だったんですよ、うん、小学校から少年野球入ってました、うん、結構優秀だった、はい、で中学校入って、うん、野球部で一緒に1年生声出し、はいはいはい、高木の声出しで、ちょうど僕はあのその3キロぐらい前に自転車乗ってて、うん、坂道ガーッと降りたらボンつまずいて、うん、ひっくり返って骨折して、うん、ギブスしたまんまこう声出しわーってやってて、で横でバンとノックした球が当たって、ほんでブーンってなってるやつおって、まあ他お前ちゃんと見とかんか言うたら、うん、バーンと僕にまだって、うん、その僕意識失ってしまった。いやいや、それ何球やけどダメだ。それをパッと見られたらこいつ笑うとんねん。そのもので笑うよ、中学生笑うとんねん。その瞬間俺向いてへんなもんやめて。いや結構なもんや、ボクシングやっててもスパーリングでどこ通れたとか、ボクシングやったらスパーリングのたんびにどっか俺向いてへんねん。結構さやな。でもスポーツは好きだ。スポーツ好きやるよね、フットサルしたるし、はい、ね、そうやのになんでや、監督、ね、いや、まあ、もうたまたまやけどね、それがすごい強いチームになってきて、有名なチームになってきて、それがね、はい、それがまあ、やってると、そうなんかしなきゃいけないけどね、どんどん自分、拍車がかかって、勉強もするし、研究もするし、で、今、豊中連盟でね、今も頑張ってて、A クラスのチーム。A クラスですごいな、ね、やと思う。ABC やってきて。そうそう。A ですごいやん。池田連盟この前もね優勝した感じで、ね、将来的には大阪大会とか全国大会とか、まあそこまでね行けたらいいんですけどね。なかなか何人ぐらい出てるんですか？今総勢25名で2チーム作ってて、まあ彼はそのねあのちょっとおっさんチームの方で、はいはいはい、はい、先ほどしたんですけど、まあ、若手の方は高校球児に近いのはね、あとね高校球児オールジャパン、元オールジャパンもすごいやん。でオールジャパンどのレベルのオールジャパン？あの年齢は30、ジャパンに勤めてるとかちゃう？いやいや、まあまあでも、ね、待ってここであんまり言えないですけど、まあまあ、一度まあ見に来ていただければ、どんだけすごいか。おーおーおー、あ、そう、2チーム遠征なんで、僕はもう楽しみたいっていう方で、あ、はい、なるほど。で、そっちの監督もやっていただいてるんですけども、はい、もう一個、まあ、チームがあって、そこはもう僕はもう一切入れないぐらいの、もうすごいチームなんですけど、はい、それ野球の魅力って何なんだ？やっぱり楽しい、まあ、みんなでね、こう年齢差なく、まあ、上手いも下手も含めて、やっぱりこうね、その7回まで、まあ、約1時間か2時間なんですけどね、うん、
やっぱすごくその盛り上げてこう、ね、みんなでこう団結してやってるっていう、そこにやっぱ楽しい。あ、そう、結束力とか ね、 そうね、まあ、あとは先はうまそうやな、それもそうやな、いや、よう見てるもんね、そのためにちょっとやってるって人だから昔叶えられへんかった青春をもう一回そこでやってるのもある、夢見てる、もちろん、みんなそういうメンバーも本当そうですよね、年って夢ってないけど、やっぱり大阪で優勝するとかっていう目標ができたら、燃えれるよな、そうやね、うん、そうか、よかった、あの40半ばのおばちゃんでチアガールになりたかったおばちゃん、応援いたしますわ、いらんわ、いらんわ、欲しいですよね、減るわ、減るわ、トレパンチャーって言うかつわ、受けよーとか言う、あの何のお仕事されてますか、仕事はね、医療マッサージっていう仕事がありまして、要は、マッサージっていうと大体その慰安目的で、はいはい、こう腰が痛いとか、はい、背中を持ってとか、うん、まあ、そういうことが多いんですけども、ちょっと違いまして、まあ、在宅で、まあ、例えば高齢者の方がほとんどになってくるんですけども、そういう方が、例えばちょっと介護を受けておられて、うん、どうしてもちょっと関節が固まってしまってますよとか、はいはい、そういう方のところまで、在宅で訪問して、お宅まで訪問して、うん、そこで、マッサージをする、はいはい、そういう仕事ですね、それ今お年寄りにとったらありがたいよね、じゃあ来てくれるわけやから、ね、はい、行かなくていいんやから、はい、ね、保険とか聞くんですか、はい、まあ、医療マッサージなんで医療保険が聞くんですけども、まあ、ちょっとその医療保険き、使うためには、ちゃんとそういう段取りを踏まえないといけないんですけど、はいはい、あんまり詳しく言うとあれなんですけど、まあ、高齢者の方からするとやっぱ安価に、はい、サービスを、ひょっとしたら今度プレゼントそのあたり希望して構いません、あ、プレゼント、一応、まあ、我々、ね、豊中市で仕事をしてるんですけども、はい、一応そういう法律がちゃんとありまして、はい、半径16キロ以内しか訪問できないところがありますので、江戸時代の言い方で言ったら4里やね、そうですね、はい、まあ、例えば池田も、まあ、茨城も、まあ、箕面も水田も、まあ、一部こう入りますんで、はい、まあ、そういうところ範囲内であれば、一度その必要な方に対しては、若い方とかも難しいんですけど、はい、あ、いいです、必要な方に対しては無料で、あ、無料でマッサージっていう形で、ありがたい、その時は保険は使わなくてもいいんですか、はい、もう、保険まだその段階ではまだ使えませんので、はいはいはい、あ、無料でやってもらえると、はい、なるほど、ありがたい、坂本さんどうしましょう、プレゼント、これ何でもいいですよ、あ、僕どうしたら桃田君の卒業アルバムの写真のコピーとかいらんじゃん、いや、こんな欲しいかもしれない、ね、誰が欲しいよ、多分ね、びっくりしますよ、髪ボーボーですから、いや、もうすごくすごい、当たり前や、当たり前ボーボーや、俺はお前中学校からこんな頭で来てへんわ、今もうカツラかぶってるわ、いやいや、若い頃は男前で、俺もよしてるけど、ね、中学校の卒業だよ、すっごいリーゼントで、はい、そのなら、写真のコピープラス、ちょっと思う、私のもやんちゃな話、はい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 、僕ももうカツアゲされまくってましたからね、よう言うわ、返しもよう言うなるほど、坂本君の過去をいっぱいしてますんで、よかったら思い出話と卒業アルバムを、まあ、見してあげるというこ、はい、とですよね、はい、いらん気が多分意外と多分いますよ、これそれではほな清原さんの、はい、プレゼント欲しい方はこちらのメールアドレスにお名前、住所、連絡先を書きの上、メッセージも添えて、はい、メールをください、はい、お願いします、坂本君のはもう冗談なんで送らなくて結構ですそれではもう最後、同年代の、ちょっとね苦しんでる、あ、はい、坂本さんから行きましょう、はい、先ほどから話してます野球チームの、ね、監督やってるんですよ、豊中ナイツっていうチームです、ね、いろんな、ね、思い悩んだりなんか、ね、そういうふうな時にぜひ、ね、スポーツ野球を、ね、もしやりたいという方がいらっしゃればぜひこちらの方に、連絡ください、はい、どんな方でも結構別に野球してまでしてないけどもどんなんかやってみたいとかいう方でも OK なんで、ね、一緒にね、キャッチボールだけでも OK ですから、ホームページもあるんだ、あります、ないですか、そうです、豊中ナイツってホームページ見てもらったら、はい、すごい、有名なホームページなんで、はいはい、はい、清原さん、はい、そうですね、ちょっと野球とはまた離れるんですけども、今坂本さんがおっしゃってたようにそのやっぱ何か思い悩んだりとか、まあ、例えばそのどうしていいかわからないとか、まあ、そういう場合、まあ、1人と思っている方でもね、相談できる相手って必ず周りにいると思いますので、例えばまあここにね、やっていただいてもいいと思いますし、それが、高齢者の方であっても若い方であっても何か解決策があると思いますので、まあ、何かうまいように利用していただければと思います、はい、はい、どうも今日はありがとうございました、はい、なんか同窓会にしてもらったらいいで、いや楽しかったです、嬉しいどうもありがとうございました、ありがとうございました。